この2人揃うと楽しさ倍増だなーだってやったーやったーやったやったでも陰キャーやからあのー、<laughs> 複数人いるとゆずとめいちゃん2人でとか言って2人でなんか笑ってる <laughs> そうなんだよねそうそのなこのな笑いがなあんまり通じる人が少ないからそうなんだよそうだから割とね2人でなんかやって2人で笑って。ね

い違うよその後とゆずにさチューってしに来てさ、うん、ゆずが「しししュシュシュ」でも好きって言った後あとのわっ <laughs> あと <laughs> のあ<笑>笑いの恐竜あこれも流行っあっあっこれはんかおもちゅが「あ なんかステージで「ここ間違えてたよ」みたいなところがあったからあの終わって舞台袖で物販待ってる時に「あそういえばおむちゅここのここちがたで」ってゆずがおむちに言ったのそしたらおむちに「それな?」って言われて「<laughs> <laughs> どういうこと? <laughs> え」うて言われそれな,などういうことそれな?ね」いや結構真面目に言ってたのに、ねここ「こうやって間違えてたからこれ直した方がいいよみたいな?」じで言ったのに。 ど <laughs> どういうう <laughs> ういいこことと確,確かにみたいな <laughs> <laughs> なんかもうむしろ清々しかったよなそうそうそう,そうだから、うん、あおあああみたいな <laughs> ほんで福村さんって呼ばれたからああっえっチェキ行って<え>それなんてそうめちゃめちゃ面白い, <laughs> いえ未来系で知りましただってシャンシャンさん初めましてありがとうあの暴言ばっかり吐く子じゃないのでね是非仲良くしてくださいほんと。<laughs> <当> <laughs> こんな、ね、ふわふわめっちゃ面白いそうえでもあれをきっかけにゆずは社長と仲良くなったよ未来系でちゃんとしたプロデュースしてくださいとか言って <laughs> むしろねあの社長がね <laughs> 優しくなったそうそうふふふちきちゃゃありがとう <laughs> 嬉しい自分で気づいてたのか話を聞いてないあ自分でも気づいてたんやって 自分でもここ間違えたって思ってるところを言われたから「それな?」みたいな「私もそう思ってたよ」っていうことねでもその一連の流れを知らんからゆずは「それな?」って言われて「どういうこと?」ってめっちゃ面白かったよあの空気めっちゃおもろかったよなんかみんながシーンとなったみたいな。 だからそれからゆ結構、うん、あのみんなもやけど結構なんか、うん、ちゅ注意っていうかなんか「あこここうだと思うよ」って言われたら「うん、それな? <laughs>」もうネタにたちそれったもんねそれ <laughs> めって言われたおもちゃ適当に答えてるだけかもです」で、うん、いやでもおもちゃ結構ちゃんとね、うん、パフォーマンスに関しては真剣に取り組んでいるので。 適当ではないんだよね適当ではないけどそうそうあの素でそれが出ちゃうからそれが面白いところなのよそうめちゃおもろいほんまに、うん、ゆじきいだいにありがとうあやっぱり会いたい行くだってうん、うん、来て待ってるよちなみにめいちゃんもチェキチャ始めました始めましたじゃない、はい、45分から設定したのでめいちゃんチェキチャや始めました始、ね、<laughs> めました始めました雨宮じゃんそれうん。 冷やし中華。うんうんうん、ちくちゃいわありがとう。嬉し,し,しい。みんなちくちゃいわくしてね、つられるからな、だって。つられてつられて、もって、もっと、持って。だって。千葉ロッテ、千葉ロッテ。だから、おもすさんのパフォーマンスめちゃくちゃいいのか、おもすさんって。<laughs> おもすさん。めいさん。めいさん。ゆじゅしん。ゆじゅさん。ふくすさん。 ふくさん、ふくさん。ふくさん、福さんそうか、ふくさん。さん <laughs> 定期公演枯れてやんだ。そうやねん。最近定期公演が四週連続ぐらい。うなんなんもうソールド。<あ>ね、そう、チケットがね、ソールドするようになってて。だから、皆さん再来週の。各週で今、木曜定期。

そろそろ箱を広くしようぜねなんかジェストではもう入りきりませんみたいなね10大人気コンテンツなんで他のキャパ大きいところでステップアップさせてくださいって言えるようにみんな毎回ソールドアウトお願いします待ってます、はい、待ってます <laughs> 待ってます <laughs> 待ってます待ってます,待ってますコンテンツそう。 コンテンテツ大人気コンテンツ大人気コンテンツになりたい得点会間に合わないからなああ前物販やからな今緊急事態宣言でさねえみいちゃんおめでとうすぎて3点倒立した,立した <laughs> <laughs> ねえ3点倒立って3点倒立ってあれじゃない壁に倒立するやつやな、ね、いああそれは壁倒立じゃないあらあでも 三点だからね、うん、手<ー>手で両足手、足尻お尻 <laughs> 5点五点倒立になるお尻2個あるってこと頭つく倒立やって三点倒立、うん、すごああそういうことかめーちゃんは意外とお姉さんやなんやね意外とねでも十七歳です私 <laughs> どういうこと <laughs> 意外とねってさ認めた後に、うん、でも実は17歳ですが <laughs> めっちゃ面白くない,いや意外とお姉さんなんだよね <laughs> 17歳のああ<ー>うんそうだねその姿勢おかしいんですよ尻は2個あ <laughs> 哲学じゃん <laughs> <laughs> 私さっきポロって言ったんだよねお尻が2個あ <laughs> だってだって手手お尻足だったら <laughs>

ゆずの自己紹介聞,聞いたことあるかなゆず最,最年少京都出身ゆずきこと福なえずきですって言って、うん、そう <laughs> どんな計算だって言ってる <laughs> めっちゃおもろいでもさなんかさお尻が2個あるんだよ、うん、それな <laughs> どういうこと <laughs> <laughs> でも好き <laughs> 流行語詰め込みました 大会 <laughs> 優勝しました今のの <laughs> 面白いめい、うん、ちゃんお尻二つあるせいじいいんだってめい、うん、ちゃんお尻二つあるめい <laughs> <laughs> ちゃん二つあるやきっとめちゃんめちゃ面白い三十 <laughs> えてからの十七になるから十七歳いちゃうであ、そうなのえそうなの <laughs> どういうことどういうこと <laughs> どういうこと <laughs> <laughs> 今言ったのは、うん、あのー、にやんやから。うん、多分大阪の三十歳は、十七歳に戻るんかもしれへん。そうなんや。そうそうそう。どういうこと?。それな。そ <laughs> <laughs> れな。<laughs> 今、ああ、な、うん、って、理解したけど。あれ。 めっちゃ面白いみたいな「流行語ラッシュエモい」ってもう終わったんじゃない違う違う違う流行語ラッシュが今来てエモい気持ちになったってことだよ。なんで今までの振り返ってエモいってことだよ。あそういうことねそういうことかびっくりした。 びっくりした。まだ三月ですぜ。だって流行語大賞って何時に出るの。なんか十二月じゃない。十二月の終わりじゃない。あ、そっか。そっか。普通に。そうか。そうか。そうか。なるほどね。せやで。せやか。あれ、リクエストめっちゃ来たのに。チェキじゃなくて、怒ない。違う。ゆずも多分みんな配信見てんね。あ、そういうことか。そう。ゆずも全然予約来てへん。皆さん、この後二十一時三十分からチェキちゃなので。 ぜひ来てねーん <laughs> ね待ってるよ <laughs> で,でも好き、<laughs> でも好き <laughs> でも好きねだからゆず三十分からチェキちゃなのでああもう,配信,う,もう配信が終わっちゃいますいやこの後は二人きりでお話ししに来てくれると嬉しいですメイちゃんはどっか行きますはい はじめあの早めに来た人はメイちゃんもいるよでももう今3枠埋まってるから早めに来た方がいいよ絶対なのでぜひショールームが楽しすぎるだって嬉しいやったそう言ってくれて嬉しいなスクショしただってイエーイ <laughs> ラッキーメイちゃんはなゆずの配信出ると結構常に決めてるよな静かにしながら 決めてユズ、うん、がめっちゃペラペラ喋ってる後ろでで <laughs> てしてたりする実はスクショタイムしてるからそうネイル可愛いだって嬉しい水色なのかわいいね犬韓国ネイルみたいなやつでしょプリントネイル だからこれ書かはったんじゃなくてなんウィーンって機械で書いてくれはって、ね、えすごそうこの絵を選んだらえこの絵もそう絵を選んだらそれをプリントしてくれはんねえーす,げーすごいよなすごいねすごいゆずき偉らにありがとう、はい、ということで皆さんこの後のの21時30分からチキちゃんに来てください13位からランキング呼びます13位フェりかちゃん12位だいだいポン1位タカアティ10位ルアルアさん

世界で一番暑い夏に絶対するじゃんもっとイカスティどこまでもどこまででもそれではバイバーイ三二一メイちゃんのにも来てねバイバイ。